あいにくの雨でパレードができませんでしたけれども、祝勝会をこれだけ多くの皆さんに集まってもらって曲をできて本当に嬉しいと思います。野球部優勝おめでとう。皆さんおめでとうございます。最後明治大学の攻撃が2アウトになっている時にライトの立部が泣いていました。おい、ドキュメンタリーどうするんやと思ったんですが、まあ、それぐらい優勝の思いというのがあったと思います。日本一にはあと一歩というところで手が届かなかったんですが、ここまで、来させてくれた、応援し続けてくれた応援団、そして、今日お集まりの皆様に、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。まあ嬉しさというかね、そういうのも格別でね、何よりもあの選手が優勝した瞬間に涙流して喜んでいる姿、スタンドの法政の常に応援していただける関係者の皆さん、ファンの方が本当にこう、喜んでいただいている姿をね、見た時に本当に優勝してよかったなと、まあ、監督としては本当にこうほっとしたというのが、まあ、本当に実感でしたですね。はい、まあ、最後にリーグ戦優勝できて、最後の最後までどこの大学よりも長く野球ができたってことが、まあ、すごい僕にとって大きな財産かなと、まあ、最後は負けてしまったんですけど、その負けが次のステージにつながればなっていうのを思います。まだ優勝ができましたけども、そのいいマネージャーだったかどうかっていうのはまだ分からないんですけれども、少なからず主将の立部、部員のみんな、同期の平田マネージャーも含めて、みんなが自分をいいマネージャーにしてくれたのではないかなと思っております。楽しいこともありましたし、悩んだこともたくさんあったんですけれども、いつも仲間たちだったり、先輩方だったり指導者の方だったり、多くの方に支えていただいて、本当に応援してくださる方もたくさんいて、本当にいろんな出会いがあって、かけがえのない4年間になったと思います。後輩たちは絶対日本一になってくれると信じて、はい、自分たちも応援しますし、まあ、ファンの方々は本当4年間自分たちを応援してくれて、本当感謝の気持ちいっぱいですと伝えたいです。まあ、野球もそうなんですけど、そういう仲間と出会えて、まあ、本当に最後一生懸命一つの目標に向かって頑張ってきて、まあ、それが一言で例えると、なんか幸せっていう感じがしますね。はい。